こんにちは、三浦ひろきです。本日はですね、将来起業したいと思っている20代のあなたへということでですね、私の経験だったりとか踏まえていろんなね、アドバイスをね、させていただきたいなというふうに思っております。はい、6番目ということで、ビジネスはマインドと理解しようということですね。ビジネスはマインドと理解しようということですね。で、ビジネスを何かね始めようと思った時に、じゃどうやったらね、お金が稼げるとかね、どうやったら例えばね集客できるとかね、そういったねいろんなテクニックに陥りがちなんですけれども、結局ですね、分かったのはもうビジネスはねもうマインドセットなんですね。マインドで、マインドができている人ともうできていない人、もう本当にそれだけでですね、大きな違いになります。で、このマインドセットがですね、できていれば、こう自動的にですねテクニックもできますし、自動的に収入っていうのも上がっていくんですね。なので、じゃああなたがなぜねテクニックがないかとかですね、そういったのっていうのは結局のところですね、マインドセットができていないからテクニックがないってことなんですね。はい、そこをねしっかりとね理解をしてください。で、いろんなね成功者の、方のね、お話とかを聞くと、やっぱりマインドセット、マインドだとかね、心構えだとかね、あり方だっていうふうにですね、そういったことをね言われますけれども、またマインドかっていうふうにですね、やっぱり思っているそのマインドがマインドが弱いってことなんですね。はい、でやっぱりそのね、じゃあもうみんながマインドっていう風にですね、言ってると思うんですけれども、結局、みんながね成功者が口揃えてマインドって言ってるのは、やっぱりマインドが大切だからマインドなんですね。はい、今回ね、今マインドで何回マインドが出てきたかっていうぐらい、マインドセットはね大切なんですね。はい、なのでそういったね、まずはそのビジネスはマインドが大切という理解をですね、していただければなというふうに思っております。はい、この理解がね、できなかったとしても覚えておいてくださいね。僕もやっぱり昔はですね、そうは言ってもテクニックっていうふうに思っていましたけれども、そういったね、理解がねまだできなければ、理解できる日はね必ず来ますので、そういうふうにね覚えておいてください。はい、2つ目、成功者の音声を常に聞こうってことですね。成功者の音声を常に聞こう。で、私自身ですね、本を読んだりとか動画を見たりとかね、セミナーに行ったりとか、いろんなね今まで、収入をね、上げていくため、理想のライフスタイルになるためにいろんなね努力だったりとか勉強をね、してきましたけれども、どの学習方法が一番良かったかというとですね、その成功者の音声をですね、やっぱり隙間時間だったりとか、通勤だったりとか、そういったとこ時にもう常にですね成功者の音声をもう聞きまくるんですね。これが最もですね学習で良かったなと思う学習方法ですし、この学習方法は今でもやっております。で、それによって、自分にはなかったですね考え方だったりとか捉え方っていうのが、できてきますし、本当に自分のね視野っていうのも広がってきます。で、例えば自分がですね、恐怖にね打ちひしがれている時には、そういったですね成功者の音声をですね聞くことによって、あ、こういった成功者でもね同じように、もっともっとね規模が違うかもしれないんですけれども、同じようにやっぱり恐怖を乗り越えてきたんだなと、だから僕自身ももっとね頑張らないといけないんだなっていう風にですね、やっぱりそういったことをね痛感させてくれるんですね。で、今の時代ですね、やっぱりその YouTube とかを見ると、僕の動画もそうですけれども、いろんな方がですねやっぱりその動画でね、いろんなことをねお話をしてます。なのでやっぱり僕そういった、音声っていうのをもう常にね聞いて、しっかりとですねこう成功者のマインドセットだったりとか考え方っていうのをインストールしていただければなというふうに思っております。8番目ということで、礼儀とか、節度、マナー、エチケット、礼儀、節度、マナー、エチケットっていうことで、やっぱり結局ですねビジネス、お金をいただくっていうところを考えた時に、結局物からとかロボットからねお金っていうのはもらえることができないんですね。で、結局お金を持っているのっていうのは人なんですね。なので、そういったやっぱり礼儀だったりとかマナーだったりとか節度だったりとかエチケットとかね、そういった信用にね関わる部分っていうのをすごくね大切にしてほしいんですね。で、結局悪いことをしたりとか、そのね後ろめたいことをしても、いいことっていうのは全くないですし、結局それをすることによって自分のブレーキになってしまうんですね。何か自分が後ろめたいことをね、すればするほどですね、一生懸命成功しようとしてアクセルを踏んでいるにもかかわらず、そのことがね気がかりになってこうブレーキになってしまうんですね。アクセルを踏みながらブレーキを踏んでいるっていう、そういった状態になってますので、やっぱりですねこう長期的安定的にですねやっぱり稼いでいくっていうことは、真摯にですねビジネスに
取り組んでいく必要がありますので、まあ、ぜひですねそういったところをね意識をして、まあ、そのビジネスっていうのは、まあ、信用だったりとか礼儀とか節度とかマナーとかエチケット、そういったものが非常にね大切だということをねしっかりと、叩き込んでおいてください。はい、続いて9番目、バイトはしなくていい、自分で何かね稼ごうってことですね。バイトとかねそういったものはしなくてもいいです。この動画を見てるね、あなたが学生だったりとかで、まず、自分で何かね稼ぐっていうことをね覚えておいてください。でやっぱり稼ぎ方っていうのはいろいろあるんですけれども、本当にねメルカリとかね不要品売るとかでもね、初めの一歩かもしれませんし、まあ、いろんなね稼ぎ方っていうのはありますので、まあ、何かこう自分で稼ぐっていうね努力をねしていただければなと思います。でじゃあ自分で稼ぐっていうのはじゃあアルバイトよりもね簡単ではないですね。自分の、労働ではなくてその結果に対して報酬っていうのが入ってきますので、ただやっぱりね、こういった、ね、レバレッジっていうねこう成長曲線っていうんですけれども、まあそのまあ、例えばアルバイトだったらこういうふうにねやった分しかね入ってきませんけれども、こういう感じでね、最初は本当にねコツ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 ねなかなか稼げないなと思ってもある時こういうふうにですね行くタイミングっていうのがありますので、まずはね何かこう自分でね稼ぐっていうね、やっぱりこうこれからあなたはね起業していきたいっていうふうに思っているわけなので、そんなアルバイトとかに時間をね使って自分だったらこう自分でね何かをしてお金を生み出すことができないのかっていうね、それがまあね1円でも10円でも全然違いますね。1円稼げるようになればですね10円稼げますし、10円稼げるようになればね1000円稼げるようになります。で1000円さえね稼げるようになればですね10万とかね100万とかね、まあそういった金額っていうのは全然ね可能になってきますので、まずは何かでね01っていうのを達成していただければ、まあ大きなね可能性っていうのが開けてきますので、まあ、そのね、0から1に向けてですね全力投球をしていただければなというふうにですね思います。はい、10番目ということで、会社員も全力ででも定時で帰ろうということですね。はい、でやっぱりその、まあ、企業とかにおいても会社員時代のね、ものっていうのはすごくねやっぱり生きてきます、僕から言うとね。なので、本当ねあなたが今会社に勤めているんだったら、その会社の時間っていうのは、まあ、しっかりとですね会社の売り上げだったりとか会社に貢献するために、まあ、全力をしていただきたいんですね。でそれがやっぱりできないのにじゃあ副業で、ね、稼ごうっていうふうに考えた時には、まあね、なかなかできないですよ、うん、なので、まあ、その会社を、ね、全力でやっていって、まあ、その経験っていうのは必ずどこかでやっぱり生きてきますね。で僕もいろんな人をね教えて来てますけれども、やっぱりそういった全く会社にね勤めたことがなかったりとか、社会人経験が、ね、ない人って、まあ、ちょっとなんかどっか抜けてるなとかねそういう感じる部分があるんですね。なので、最終的にはねあなたが起業したいというふうに思っていたとしても、まずはその会社のね時間ここに全力を投球してほしいんですね。であなたがやっぱりね規模が大きくなればなるほど、例えばね今度はあなたがこう人を雇って会社にするっていうふうに考えた時にもですね、やっぱりその嫌じゃないですか、自分がお金を出してですね、まあ雇ってるね社員が、まあ、副業のことだったりとかね頭にずっと考えてたら、それはやっぱり、ね、同じビジネスマンとして、まあ、マナーとかねモラルがないですよ。はい、なので、まあ、そういったね、今のあなたの、ね、会社の仕事っていうのも絶対に役に立ちます。でじゃあなんでね今いやそんなに役に立たないよっていうふうにね思っているかっていうと、それは全力であなたがねその会社の仕事を取り組んでいないからなんですね。ただ、まあね、なるべく意識をして、定時で、ね、帰る努力っていうのをね、していただきたいなと思います。まあ会社によってもねそれが難しいっていうところもあると思うんですけれども、でもそれを定時で、ね、帰る努力をして、そこから、自分のね、今度はビジネスをしっかりとね構築をするっていうことをね覚えておいてください。会社員も全力ででも定時で帰ろうということをね忘れないでください。はい、今回は以上となります。ありがとうございました。